地図聖戦寺席鹿児島県地図聖戦寺はかつて鹿児島市下福元町に存在した総当州の寺。古記録によると九だの僧、日羅の根流とされる。実在がはっきりするのは室町時代以降で川辺の宝福寺の末寺として里島慈恩寺王将により再興される。その後、藩主統治氏の庇護を受けるが明治2年の廃仏希釈により廃寺となった。後地には 鎌倉時代に掘られたと思われる、魔害物など多くの石像が散在している。また寺名の由来となった、名水の枠地でもあり、現在も鹿児島名産の小酎の原料の一つとして使われている。島津久史賞は、島津市の分家の一つである、新城島津家の当主であり、十八代当主、島津家久の婿でもあった。官営16年に藩主に就任したばかりの義刑。 島津光久の名城として、徳川後三谷への使者となったが、帰路、宿泊していた京都から突如失踪し、高野山の島津市菩提寺、連金民にたどり着いたところを捕獲されて、薩摩に護送された。その後川辺放福寺に遊兵されていたが後に松寺で、ある聖泉寺に移された。商法5年久市長は、流刑処分と決まり、藩の護送役人が迎えに来たところで乱闘となり、 久子賞以下家臣は全員死亡した。久子賞の意外は、聖戦寺の境内に葬られ、現在も破壊しが残っている。後の資料では、島津久子賞が紀州徳川家を訪問した際に、籠から降りなかった無礼を、島津光久が聞いて激輪に触れたためなどと書かれているが、事件の本当の背景には、 島津義久の晩年から浮上していたお家騒動があったのではとする説が有力である。この聖戦寺跡の比較的近くには、谷山大観音と呼ばれている、吹きさらしで立っている金色の観音像が、鹿児島市下福元町にあるが、この観音像がある場所は、かつて、見応援時、谷山出張所と表記されていた入り口看板が、現在、なぜか廃寺になっている。 はずの生鮮寺の名が称された聖戦寺観音堂となっており、道路からの入り口近くにある事務所は生鮮寺事務所と表記されている。大観音像の下にある納骨堂の建物も現在は生鮮寺大観音堂と表記されており、納骨堂の横には祭祭箱の置かれた祈祷などを行う建物がある。入り口には商売繁盛、合格祈願、縁結びのために、 ここで行われている、ろうそく祈願の歩き祷、この場所の納骨堂、近場にある、ま外仏史跡の案内が書かれた看板が建てられているが、かつては聖戦寺の名が書かれた納骨堂分譲中の旗が建てられていたこともある。この観音像は、日置市の明園寺によって、明園寺61代住職、伊藤健一の代に台湾で作られて、船で運ばれ、 1990年代初め頃に観音像が先に建立され、後に周囲の建物等が整備された。現在、この妙園寺が管理している。33メートルある観音像の台座より、下は納骨堂の建物になっており、納骨堂の正面には八体の白い仏像が設置され、向かって右側面には妙園寺により分譲された数々の墓や、 大小たくさんの地蔵が並んでいる。ありがとうございます。